瞬歩までは完全に習得したというわけ。のんきに俺の力分析してるみてえだけど、ふざけんじゃねえ。出せよ挽回、俺がこの手でぶっ潰してやる。ちれ千本桜。貴様の残魄刀の能力か。そいつが残月の能力だ。月が伝承、朽木白夜。挽回して俺と戦え。私の挽回、その前に貴様は私の前から塵となって消え失せる。挽回千本桜影吉。っ、事態がここまで紛糾した以上、それとも信じられねえだけか。挽回だと、それがなぜ挽回などと。挽回天差残月。ただの残魄刀ではないか。力だ。ここも警備が。十番隊隊長室外だ。クイールが一撃で私の喉を裂かなかったことをな。何だこの速力は。小僧、この霊圧か。姿までは見えないな。朽木の霊圧がない。やっほー、あの子ならもう逃げたよ。千本桜の真の姿だ。千本桜影吉、見るのは貴様で二人目だ。なんだこの霊圧は。負けるなよ黒崎。前傾ってのになってからどんどんスピードが上がってやがる。随分と動きが鈍くなってきたぞ。波動の4、白夜。ちょっ、限界だな黒崎一護。幾人もの体調覚を退け、
千本桜の斬撃をその身に受けながら終わりだ黒崎一護。この霊圧の感触、邪魔てめえだ。このまま俺にやらせりゃ。悪いな、邪魔が入っちまったよ。よかろう、次の一撃で幕だ。中継白定拳、一つの斬撃に知りたがっていたな、私がルキアを殺す理由を。全ての死神の規範とならねばなら、我らが掟を守らずして誰が守るというのだ。俺がもしあんたの立場だったとしても、やっぱり俺は掟と戦うと思う。私はもはやルキアを追わぬ。やべ、立ってんの限界だ。イノウエ、イシダ、ジャド、ガンジュ、みんな無事だったんだな。よかった。どうします？しょうがねえな。血が乾いてる。やったのは誰だ？一丸か。いらっしゃると思っていました、室内隊長。まさかてめえがこれをやったのか。質問に答えろ。僕はただ室内隊長が来られる前に内側から鍵を開けて、僕なんかを追いかけるよりちゃんとひなもりくんを守ってあげないと。気づいてなかったんですか？ひなもりくんずっと後ろをついてきてました。松本！でもいいんですよ。あんたおかしいわよ。二度切ればさらに倍、三度切ればそのまた。うなれ、ハイネコ！何？これ、みんな、死んでる。一丸、隊長。正常東京林。どうして私をこんなところに？会わせたい人、おんね。後ろ。アイゼン隊長。アイゼン隊長。すまない。心配をかけただろう。行くぞ、銀。いや、室外。あいつ、予想より随分と早いご帰還だね。ひなもりはどこだ？残念、見つかってしまったか。
アイス10、騙してやがったのか。日の森はてめえに憧れ、自分に憧れを抱く人間ほど御しやすいものはない。挽回大グレン氷輪丸、愛仙隊長。どうも、宇野花隊長。これは死体の人形ではない。なるほど、それこそが催眠の儀式というわけですか。一度でもそれを目にした者は、当仙隊長、さようなら。君たちとはもう会うこともあるまい。ここは総局の丘。ここは総局の丘。アイゼン隊長、なんで生きて。朽ち切る木屋を置いて下がれと言ったの。爆露の58隠し墜弱。総局です。ではすぐに全ての隊長、副隊長の位置を捜索。わかりました。私はこれから室ヶ谷隊長と雛森副隊長の救命措置に入ります。爆動の77決定クーラン。バカ、どうする山地。46室が全滅しとったじゃと。隊長が裏切り。お聞きになられましたか、マエリ様。興味がないね。いいよ銀、君は強情だからね。アバライ君、腕ごと置いて下がりたまえ。僕も君の元上官として君を死なせるのは忍びない。だったらなんで雛森は殺した。少し手間をかけてキラ君や室ヶ谷君と殺し合ってもらおうと思ったんだが。そうかよ、おえろ飛び回る。わかんねえぞ。キルキアを置いて下がりたまえ。誰が。手伝いに来てやったぜ、レンジ。武器屋運ぶだけでボロボロじゃねえか。おすんません、手出したらあかん思てあの子が横通る無視しました。逃げても無駄だってことぐらいよ。うっ、火が絶好。実力にそぐわぬ生命力が、君たちがニシルコン街に侵入してくることは分かっている。精霊壁が降り、芝空閣の価格逮捕しかない。精霊帝獣の死神の目はそちらに集中する。あんたなんで俺たちがニシルコン街から来るって分かったんだ。ニシルコン街は浦原キスケの拠点だからだよ。君たちは彼の部下だろう。最後だ、僕が教えておこう。死神のフォローか、フォローの死神か、密かにいろいろなフォローの死神かを試してみたよ。だが浦原キスケはそれを作り出していたんだ。その名は宝玉。宝玉の破壊を試みた。もうわかるだろう。なんだ
あいつ！ずいぶん久しぶりだね。そうして笑っていられるのだ、アイゼン。わしは決して許しはせぬ。反対！波動の救助。90番台栄翔破棄。怖いわ。さて、すまない、君たちとの話の途中だったね。おっとっと、動いたらあかんよ。井上、どうした？君たちはおそらく、イサネ君からこう聞いているはずだ。死を装って地下議事堂に潜伏したのは、その直後。それ以降、今に至るまで、四十六室を演じ続け、双曲を使って君を処刑することに決めた。毎日双曲での処刑が失敗した場合、僕は浦原喜助の過去の研究を一つずつ細かに調べ上げた。ネガシオンという手の地に落ちたか、アイゼン。だが私が天に立つ。人間にしては君は実に面白かった。兄様、わしはもう大丈夫だ。いいぞ、ゆっくりとな。彼らはソウルソサイティの恩人だ。残っているのは？は、朽木隊長と旅家の少年です。無茶をしましたね、朽木隊長。朽木ルキアさん、こちらへ。そこにいるのか。話しておきたいことがある。50年前、ヒサナはお前の姉だ。そこで生きることに窮し、まだ赤ん坊だったお前を捨てて逃げたのだと。私の妻になってからも毎日のようにお前を探し続けていた。そして5年目の春。ただ白夜様のお力でどうか妹を守ってやってください。姉と呼ばれる資格などございません。お前を見つけたのはその翌年。しかし掟に反したこともまた事実。お前の極刑が決定された時、私は分からなくなっていた。ルキア、すまぬ。ざけんな。うるさいな。何？11番隊。私の4番隊が何か。ここは総合救護詰め所こと。お忘れなく。お助け！お？よし、次！誰も来ねえのか、腰抜けども。そんじゃ一丁、俺が行くぜ。よーし、やった！じゃあこいつで勝った方が正しいってことで、ドロー！え？ドロー！ドロー！なんだ、イチゴじゃねえか。ピッチ、はよー！で？これで遠慮なく。てめえとやれるって。あれ、違う。なんでこれ？やれやれ、駒村隊長はどうしたんです？しばらく一人になりたいんじゃげな。
駒村隊長は誰がだ。お前に客だ。ヒロ食べてく。そばまんじゅう。お酒もあるよ。あの時はそう。いいのよ本当に。そうですね。言葉を。彼女は自分を必要としてくれる。失礼します。よし完成だ。模様が違わないか。レース地でアクセントをつけて。ちょっと可愛い。朽木さんが現世に戻った時のために。どうだい佐藤くん、早速着て見せてくれないか。それにしても石田くん、朽木さんの服なんでこんなにうまく作れたんだろう。朽木さん、あーもう足で。なんだ井上か。なぜここにいる。俺は副隊長っすから。レンジ、何の用だてめえ。どう黒崎くん、どうやって登って。悪いレンジ、ビャキャ、俺ら行くわ。なんだあいつら。朽木さんがどこにいるか知ってるの。あそこっきゃね。いいじゃねえ、あと旋回でねえ。お願い姉ちゃん、だりいこと抜かしてんな。さあ死ね、すぐ死ね、今死ね。朽木ルキア、兄貴を殺した死神だ。何の用だってよ。すまぬ、本当に私は。もういい。しかし、いいっつってんだろ。事情も何も浮竹から聞いて知ってる。ありがとう、本当にすまぬ。あい、あのすまぬ。いえ、ありがとうございます。用事は済んだみてえだな。ソウルソサエティに残ろうと思う。いいんじゃねえか、それでよ。明日帰るのか、急だな。いや、あの、お邪魔させていただきます。ルキア、どこ行きやがった。井上さん、どこ行っちゃったんだよ。なんだこりゃ。もう無理です。これが正式な旋回門だ。一護君、君にこれを。死神代行戦闘許可証、これを使えばいつでも君は死神になれる。朽木さん、これ石田君が作ったんだよ。時間だ。じゃあなルキア。ありがとう一護。ありがとうルキア。なんで見送りに行かなかったの。ノルイチさん、どういうことだよ。ファイヤー。お帰りなさい皆さん。本当にすいませんでした。別に悪いことしたわけじゃねえだろ。俺に本当のことを言わなかったのは、言えば俺がビビって逃げると思ったからか。当たりっす。ルキアにだけはちゃんと謝ってやってくれ。浦原さん、この辺で降ろしていただけますか。じゃあな石田。おま、じゃあな。それじゃあ私もここで。悪い浦原さん、俺ここでいいや。じゃあ。どうしたんすか夜市さん。うん、これからどうなるんじゃろ。これからも黒崎さんたちに頑張ってもらって。わしもお前もろくな死に方をせんじゃろうな。店長と夜市さんってなんか怪しいよな。